あとです、えー。ロマ人の物語4、ユリウス・カエサル・エビコン以前、えー、カエサルを帰国しましたですね。帰国した時けもおとなしく、というか、えー、この、 母親の兄が失政官になっていますけど、この民主、このレッドピオスが放棄しています。サッカー体制を放棄していますけど、ポンペースによって簡単にこの鎮圧されていますね。前回の帰国の振り返りを見ていきたいと思います。本当にあっけないですね。はい、書いてあります。このカイサルが帰国してほどなく。 鉄のシステムと思われていたスラ・スラ体制に、えー、最初の反撃が起こる紀元前78年の執政官だったレピドゥースが属首総督として赴任するために編成していた軍団を使ってスラ体制を実力で覆そうとしたからだったスラ・ラの犠牲者の中で生き残った少数の一人であるカイサルに全く。えー 話がななかったっとといいうこはありえそれなのにカエサルは参加していないそしてカエサルの意味は正しかったレピテウスの放棄は簡単に潰されレピテウス自身はサルディニ島に逃れたがそこで病死した上げた途端に散った花火のような反撃だったレト,レトビウスの出血 失敗の原因は一つ,つはレッドピウスに人望がなかったことだった。空による殺された、よってえー、殺されたこの人々の資産が競売に,にされており、えー、叩き寝で買って、えー、大儲けした一人だった。そのような人物が スララが死んだ途端に民衆派を名乗っても彼の政策云々よりも前に彼の人格が参集すべき人々の足を止めてしまう原因の第二はスララによって再び力を取り戻した言論委員が断固とした鎮圧策に出たからである非常事態宣言でもある言論委員最終勧告がその時 共和制防衛のためのという正し書きまで加えられて発布されこれによって対デピティウスに送られた軍団は若干30歳のポンピュウスの式よろしくそうそうとしかも徹底してデピティウス軍を破壊してしまったのだ民衆派はまたもや沈黙するしかなかったすいません後ろの えー、これは報道編集書き直してませんけど帰国じゃなくて、えー、弁護士開、えー、業ですね少し、えー、直しましょうかね少しちょっとはい <laughs> 時間を大丈夫かな弁護士開業ですねはい、えー、弁護士開業えー はい、少し、はい、えー、若干時間を取りましたけど、弁護士会議をですね、不思議ですね、えー、弁護士ですね、えー、ちょっとお茶物にいます、ちょっと完全な抗議風になりましたけど、はい、えー、では早速、えー、前回の帰国の復習をしまして、暴動を後ろを直しましたけど、えー、弁護士会議をですね、はい、えーまあ、サプライズがありますけど、はい、えー 弁護士会議。えー、この、まあ、私服かな。この、ま、大変な時期の期間に、23歳になっていたカエサルは、弁護士で身を立てることを考えたようである。弁護士といってもローマのそれは、第三巻でも述べたように、弁護する、弁護だけをする人ではない。告発側に回ることも多いから、検事役にもなる。 しかも有名人物を告白して少々でも使用のなら途端に名声が上がるから政治キャリアを目指すものにも魅力ある職業であった。何しろローマの使用感触は全て市民集会での投票で決まるのである。 え弁護士開業はしたもののいかにいいメイカの若者でも未経験者に弁護を頼む人もいなかったろうから甲斐さんの初仕事は告発の告発の方であったに違いないえ初回の相手が誰であったのかは知られていないいずれにしても結果は敗訴だったえ2回目は大物を狙ったスララの側近と知られ 執政官を務め全出政官の官名で小アジアの属州を属州総督まで務め上げたドラベッ,ドラベッ,ドラベッカである元老院内でも有力なこの人物への所院は属州当時中に不正なやり方で蓄財をしたということだったこれがこれも敗訴に終わった。 あ23歳ではどうしようもない。えー、未熟さのためであったということは、あ、ことはできる。また、すら、すららによって、えー、陪審員は言論院議員の独占という、えー、グラックス兄弟以前のシステムに戻っていたという理由も挙げられるだろう。だが、告白者解散の論告の進め方が、え、司法の 伝道のはずのーローマの法廷の空気には異質であったことも敗因の一つではなかったかと思う。何しろ、えー、被告人ドラ,ペド,ドラベラの俗州時代統治の、えー、職権来与の広さは言論員でも良識ある人ならば眉を潜めるほどで,、えー、であったのだから。 えー「オラトールつまり話をする人」という言葉で、えー、表彰されたローマ時代の弁護士だが被告を弁護する立場であろうと被告を告発する側に回ろうと、えー、採決は陪審員が下す以上陪審員たちを説得するに足りる弁論術が必要とされるところが陪審といえども、えー、弁護士家業の成功者キクルでさえ 白状したように、えー、傍聴席を埋める人々の反応に全く影響されずに判決を下すことは難しいのが現実だ,だなぜなら、えー、彼らと傍聴人たちと大した変わりはない程度に、えー、第三者だからであるそれで、えー、オラトールたちの弁論も勢い 大,向けの大,大受けの受けを狙ったものにならざるを得なくなる、えー、弁護士家業は全盛期のアテネにもあったがその当時のアテネ式の弁論はまるで古,古典ギリシアの彫刻のように余計なものは省いたエッセンスの,のみで推していくスタイルだったその後都市国家アテネの衰退と交う,する,ようするかのように えー、小アジアの西側,に西側にあるペルガモン王国で、えー、ビジレークを並べ立てた弁論術が生まれるこの古代ローマ人に言わせれば巻き毛スタイルがローマに輸入され、えー、紀元前1世紀当時のローマの法廷では、えーえー、装飾、うん、刀この式の弁論が あ大勢を占めていたアジア派と呼ばれたこの派の代表格はホル,テホ,ルテンホルテンシウスで彼はあ法廷のプリンスと称賛され死生官に選出されるほどの名声を得ていたちなみに、えー、カイサルが告発したあド,ドラペドラ,ペドラペの主席弁護人がこのホル,ホ,ルテンホルテンシウスである。 えー、ちょうどこのちょうど一方このこの時期に大学留学から帰国したキケロが始めることこと,となる弁論実はアテネ式とアジア式の石膏スタイルまあ中古両方取った中古石膏スタイルだと言われる文章上ならばは私も同意しかしキケロの弁論は後にカイサルのものとキケルの ものを訳す訳すのをで、えー、比べてほしいがあ,あくまで弁護士のものであるつまり陪審、えー、に訴ええー、傍聴席にもアピールすることを狙う以上単刀、えー、直入よりもまず外堀を埋めていき最後は聞く人の情に訴えることで、えー、いわゆる情状釈,釈量 勝ち取るのののがキケレの法廷の戦術った今でも、えー、欧米の弁護士たちによく見られるスタイルだから、えー、2000年後でも彼が弁護士の父とされるのも納得がいく、えー、反対に、えー、その気質からして返されるにはまずもって巻き毛スタイルでは 話を始めることすらできな,いでできなかっただろうまた解散の文章も演説も常に担当,と土地担当直入に問題点をつくのが特色だあそして情状酌量を訴えるなど死んでもできないのが彼の性格だったそれならばアテネ式が近いように思えるかあ断りを踏んで、えー、解くスタイルでも聞く人の心理を つくぐらいの工夫は必要だこの種の工夫は後の彼に,にはあった解散さんの弁論をアテネ式の単なる世襲と言えない理由はこの点にあるもしかしたら、えー、23歳当時の解散さんの弁論にはこのちょっとした工夫が十分でなかったのかもしれない。 えー、いずれにしても,いずれにしても23歳の解散の弁護士家業は見事な失敗で終わったホルンテン・シュースやキケロのように、えー、弁護士で成功することで、えー、金持ちになり正解、えー、進出も果たすなどあ諦めざるを得なかったであろうしかし二度目の敗訴は弁護士で身を立てることは諦めたでは済まなかった、えー ス,スラ派の大物、えー、ド,ドラベッ,タドラ,ベッタラを法廷に引き出したことが解散にとっては敗訴に、えー、終わった裁判が終わった後も王を引いたからである、えー、ローマの有力者たちは改めて、えー、4年前にスラランの命令を拒否した若者がこの告白者と同一,人同一人であることを思い出した。 要はスラールの死後もスラッ派の人々の天下がついているレピデュース放棄に参加しなかったことでミスをつけずに済んだカエサルだったが今度はほとぼりを冷やす必要を感じざるを得なかった民衆派として注目され,されようのものならまだ危険だった首都ローマから3 0キロほど離れた地に ある山照にでも謹慎、えー、すれば済んだのではないかと思うが事態はもう少し深刻であったらしいまた田舎に引っ込んで無,無事に無,無事に、えー、時を過ごすのは彼の好みではなく田園生活を楽しむ年齢でもなかったおかげで再度の国外脱出である今度は追われて逃げるのではないか 軍役志願もではなく大学に進学することになる。進,進学先はアテネと並んで当時の最高学府の名で高かったロード、ロートス等に決めた。はい、えー、弁護士、家業、えー、意外ですね。えー、もう、うん、ローマに帰りましたけど、この何をしようかと23歳の若者ですけど、えー、この、弁護士ですね、キケロがその後、うん 弁護士父と言われま,、えー、なりますけど、えー、このカイサルはあこ,のお回この1回目を敗走して、えー、2回目を敗走して、えー、2回目をこの告白したのが大物,大物ですね、えー。それによって、えー、この負けたあと、えー、国から離れざるを得ないですね。前回のように、えーまあ、この逃亡じゃなくて、えー、この。 え前,前回のこのまあ書いてありますね、えー、まあ再度のこの国外脱出である今度は追われて人間のないから軍役志願ではなく大学に進学することになる。 進学先はアテネと並んだ当時の最高ップの名が高か,かったロートス島に決めたということで2回目ですね私も1回呼んでますけどまた唖然としましたですね弁護士家業でこの2回目ね大物を国葬したのでそのまあ煽りを受けて民主はと見られてまた 国外に出ますね今度は1回目はこの追われて、えー、軍隊に志願しましたけど今度は大学ですね、えー、まあ弁護士家業で失敗してますので、えー、そのがこの、えー、この海、えー、さんにとってもまたこの人生において、えー、このまたこの大学に入ったことが有益になりますねはいこういうことで、えー、意外とまた海さんの弁護士また2回目の えーえー、国外に出るということになって、今度は大学に行きますね。引き続き、このカイサルの動向が注目、気になるところです。えー、次回のお、えーユリス、ローマ字の物語、えー、ユリス・カイサル、えー、今日はハプニングありましたが、弁護士、家業ですね。はい、えー、引き続き、まだ気になるところです。後のこのまさとの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。 また、聖書を学びたいというお友達も募集していますので、よろしくお願い,いたします。二回目の国語、えー、脱出になりますね、えーま。前回と違って、終わりに見えてなくて、えーうんえー、軍役に就くことなく、軍隊に入ることなく。今度はーロートトスの最高学府大学ですね、えー。大学で勉強をして、えー、この後のこのガリア戦記かな。そういうことに、えー、役立つと思われますけど、まだ注目していきたいと思います。まず、ざっとした次回の。 えー、イルスカイサル、ローマジン人の物語で、えー、お渡ししましょう。お、仕上げのチップシャンプルジシャロム、シャロム、シャロム。